はいこんにちはこんばんはまこきたさんです本日2月9日火曜日であります朝ドラおちょやんでは、えー、初めて鶴亀家庭劇が、えー、初日、えー、工業がなんとか終わったと乗り切ったという感じなんですけれども竹市王のもとに花籠が送られてきます そしてその花籠はあの匿名であったということからこの送り主が誰なのかということに対して興味を持った人がかなり多くいたことからネット上で紫ののバラの人がトレンド入りしたということであります。この動画ではこのネット上での紫のバラの人というのがどういう意味なのかっていうところを紹介した後に花籠を送って ている送り主は誰なのかっていうところを私なりに考察しましたので紹介していきたいと思いますよろしくお願いしますえ今日のお茶屋のあらすじですがいよいよ鶴亀家庭劇が初日を迎えますえしかし新派歌舞伎歌劇団などの役者の寄せ集めであることから劇経験がなく 芝居小屋は微妙な雰囲気にそれが千之助の突然のアドリブで客は大爆笑に包まれるだが芝居後突然のアドリブに他の役者からは文句が「千之助と言い合いになった瑠璃子が出て行ってしまう途方に暮れた千代に岡安の女将志津があんた宛てに送られてきた」って「さっき鶴亀の人が持ってきてくださった」 舞台、えー、初日のお祝いやっと送り主がわからない花籠を渡しちゃんとあんたのことを応援してくれはる人がいるんやなぁと励ますということでありますが、えー、この、えー、鶴亀家庭劇の初日に名前のない花が届いたっていう描写がネット上では紫のバラの人がトレンド入りしたということであります。 紫のバラの人とは大人気少女漫画「ガラスの仮面」に出てきたヒロインを陰で支えるファンのことということでこのファンがヒロインにあの紫のバラを送っていたということで今回の「千代に花籠を送っている」などの人物という描写が似ていたことからツイッターで「紫のバラの人」 というワードドでトレン入りしたとということであります少し「ガラスの仮面」について触れますと「ガラスの仮面」は三内鈴江による日本の少女漫画作品1976年から連載が始まりいまだに未完となっている2014年9月の時点で累計発行部数5,000万部を突破した大ベストセラーで「 平凡な一人の少女がライバルとの葛藤を通して眠れる芝居の才能を開花させ成長していく過程を描いた作品であるとなっております。ということでまあこのぐらいの時期に「あのガラスの仮面」を見ていた、えー、年代層の方が、えー、結構あのおちょやんを見られているということがわかると思います。 えそれではあの誰が花束を送っているんでしょうかということで2回送られてき,き,きてますので、えー、まず整理してみます1回目はえ千代が鶴亀映画に出演した時ですおそらく初出演ではなかったかなと思います間違っていたらすいませんでそして2回目が今日ですねえ鶴亀家庭劇の初興行日に 花籠が届いいたととうことになりますですからこの2つの,あの出来事を知っている人物があの当然あの花籠を送った人物であるということであります。はい、ということで私立でそのような花籠のエピソードがあったのかどうかっていうところですが私の調べた範囲では私立には見当たらない ドラマの演出の上でのエピソードであるというふうに思います。えそこで大胆予想ということで私が思ったまずこの人ではないかという方とえさらにあの他にこういう方々が候補になるかなというところを予想してみましたので、えー、紹介していきます。はい、ということで私の1択でまず れ私は鶴亀株式会社社長大山鶴蔵が花籠を送っているのではないかなというふうに思いました根拠ですが鶴亀映画でも鶴亀家庭劇でも治療をよく知る人物であるということがまず一つですねそして鶴亀映画のリストラを所長が宣告する前に 横からあの道頓堀で頑張ってもらうというふうに話を切り替えたような気がちょっと僕はしたんですね。なぜなら所長の片カ金カ所長がえっていうリアクションをしてたので所長はもうリストラだけを考えていたんですが大山鶴蔵は。 道頓堀で頑張ってくれということで助け骨を出したんではないかなというふうに思いますそういったことを助け骨を出すということから武井一郎の,の演技を認めていたんではないか応援していたんではないかなと思いますそして立場上ですね匿名にする必要があるということです 株式会社の社長なので1人の女優に思い入れをするというのは立場上ちょっと許されないことですよねそういったことから大山鶴蔵が私の中では花籠を贈った一番可能性の高い人物であるというふうに予測しました。はいで ツイッター上で最も多い意見は弟・義男ではないかなという意見であります特に義男だったら竹一郎が一番喜ぶんではないかなというそういった意見が多かったですねただずっと音信不通の状況なんでどうなのかなと思います次に岡安の五両さんか旦さんではないかなと思います 五両さんは今日はあの花籠を直接千代に手渡ししていたので可能性は高いと思います。ダンさんも千代が出ている映画は必ずあの見ていたということで武、えー、井千代の一ファンではないぜですよね。はい、でベタでいくと、えー、元映画助監督の小暮じゃないかなと思われます。え小暮って 僕はあの竹千代のことをだんだんと好きになっていくわけですが映画の監督にはなかなかなれないということで映画会社を辞めていますがひそかにあの応援していたんではないかなということであります。そしてまあ意外と天見一平っていうこともあるんではなないかなと思います。 鶴亀映画でも一緒になったことがありますし今は同じ劇団で働いているということから、えー、2つの出来事を知っていた人物であります。そして、えー、高城百合子山村千鳥という先輩ですね、えー、これらの方が、あのー、後輩にエールを送るために、えー、花籠を送っていたという線もあると思います。 そしてこれはないと思いますがあの父親はようだったというオチもあるかなとお金に困って、ね、娘にはあのお金をくれっていうふうにあの何回も言っているわけですが心の底では娘のことを応援していたということもあるのかなと思います。まあ、これだけけ言っとけば当たりますよね <laughs> はい はいえー、今回はおちょやんで2回目の特命の花かごが、えー、ヒロイン千代に送られてくるシーンがありましたネット上では、えー、この花かごは誰が送っているのかということが、えー、話題になりまして「えー、紫のバラの人」というワードがトレンド入りしたようであります。 史実ではこのような花籠のエピソードがな,なかったということもありまして私なりに送り主が誰かというのを考察してみました本編を見る上でこの謎を解く楽しみも加わったということで非常にあの誰なのかなということで楽しみですね、はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました え送り主が分かった方はぜひコメントいただければと思いますえまたチャンネル登録の方も非常に励みになりますのでよろしくお願いします。まこきたさんでした